北国新聞ニュースをお伝えします。国土交通省が北陸新幹線のオバマルートについて三つの案を提示し、工事期間は最長で二十八年という見通しが示されました。北陸新幹線のツルより西の延伸をめぐり、国土交通省は昨日与党の整備委員会に三つの詳細なルート案を示しました。 三案はそれぞれ京都市内に設ける新幹線駅の位置が異なり、その候補地は JR 京都駅地下の東西と南北、JR 桂川駅近くの地下の三カ所で、新駅とその周辺以外は同じルートになっています。想定される工期は当初の十五年から最長でおよそ二十八年へ大幅に伸び。 整備委員会では石川県選出の岡田直樹参議院議員が了承することはできない国交省にさらなる説明を求めたいと述べました一方建設費も2016年度に示された2兆1000億円から今後の物価上昇を想定すると最大で5兆3000億円に膨らむという試算も示されました与党は 鶴ヶから先について来年度中の着工を目指し今年の年末までに詳細なルートを決める方針ですが石川県などでは前原に新幹線を伸ばす前原ルートに考え直すよう求める声が強まっています金沢エナジーと北国新聞社が設けた EGK 工芸アワードの受賞者に 3人の若手工芸作家が選ばれました EGK 工芸アワードは工芸作家を育てるため創設され石川県出身か住んだことのある50歳未満の作家や職人デザイナーを対象に選考されますこのアワードにはセレクトショップを展開するビームスが協力し33人の応募者の中から昨日第2回の受賞者 三人が決まりました。このうち金沢エナジー賞に選ばれた金沢市の陶芸作家板谷なるみさん三十三歳は今年金沢市工芸展に入賞しています。また北国新聞社賞に決まった金沢市のふわあんずさん三十六歳は老血染めで心の動きを表現している染色作家です。 金沢市の豊海健太さん、35歳は、伝統を現代に生かすことを追求している失芸作家で、ビームス賞に選ばれました。EGK 工芸アワードの表彰式は、今月28日に北国新聞交流ホールで行われます。一軸が甘み十分に育ち、主力品種の出荷が 豊田清水町で始まっています。豊田清水町は県内最大の一軸産地で、三十八県の農家が七点六ヘクタールの畑で栽培しています。主力品種のマスイドーフィンは昨日から出荷が始まり、JA 白いの尾清水精加集荷場には三県の農家が一点二キロ入りの一軸。 16箱を持ち込みました今シーズンの生育は順調で甘み十分に育ったイチジクが金沢市中央卸売市場に出荷されました生産者は生食が一番体にもよく軽く冷やして食べてほしいと PR していました豊田清水町では今月末から黒光姫のネーミングで知られる 高級黒いチジクビオレ・ソリエスの出荷も始まり来年1月初旬頃までの期間に合わせて45トンの出荷が見込まれています北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています義援金へのご協力には4つの方法があり 寄せられた義援金は石川県に届けられます現金書き留めの場合は能登半島地震義援金と明記した上で北国新聞社総務部宛に送金をお願いします義援金専用の口座に振り込む場合は事前に受付窓口に連絡をお願いしますご連絡がない場合預かり証の交付と 記事掲載はできませんのでご了承ください直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けますデジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください義援金の受付はご覧の4つの方法があります皆様のご支援をお待ちしています ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりましたシェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ 20ギガの3種類ありますスマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です乗り換え時に必要な初期登録料は無料シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光度のセット割が適用され毎月 千百円割引となります。お申し込み、お問い合わせは零一二零七五一一一四番まで、どうぞ。